JQ ジャパンご覧の皆さん、こんにちは。斉藤匠です。ここには自分らしさを追い求め、何かを収集している個性的な部屋に住んでいる方が住んでいます。タイニールームユニバース、近くにあるけどまだ知らない世界への旅が始まります。では、お花にカラフルなドレスを着てもらってるみたいな。チューリップのドレスアップした姿をこうイメージしながら、ちょっとクローゼット感ありますね、うん、なるほど、この感覚が楽しいですね、はい、では早速お邪魔したいと思います。セコムに入っております。失礼します。おお、いきなり可愛いですね。お花が多いですね。色とお花。失礼します。おしゃれですね。これ生花だと思うんですけど、やっぱりお花が至る所にあるっていうことが、うん、このお宅の世界観になってますね。勝手に開けるのもあれなんですけど、失礼します。おお、なるほど、この入れ物、花瓶ですかね、これ全部。でも花瓶ってこんなに形さまざまなんですね。花瓶に見せられて、花瓶にまつわるお仕事をされてる人だと思います。僕はすぐ枯らすんですよ。信じられないぐらいの速度で枯れてしまうので、サボテンぐらいしか今はないですね。しかも匂いが、これアロマかな、とてもいい匂いがします。これかな、匂いの元。漫画が裏返ってるんですよね。やっぱりこう、この空間をどう演出するかっていうことをとても意識されてるのかなと。色味もそうだし、余白とか、そういう安心しますね。ひいきの白岩力さんのが推しメンということです。初めまして。初めまして、スミスです。スミスさん、よろしくお願いします、こちらにお住まいのスミスさん。はい、はい、スミスです。この素敵なお部屋、やっぱりお花や花瓶がとても特徴になっていると思うんですけれど、はい、目的にはこれを着る。はい、推しです。推しにセコムしてもらって。なるほど、あ、そういう物語なんですね。、はい、猫ちゃんも好きで。猫も好きで。職業は？職業はオンラインの通販サイトの、はい、マネージャーをやってまして、はいはいはい、ちょっとインテリアにまつわる、はい、お仕事をしています。ちなみにこのお部屋の日当たりってどうなんですか？お昼を過ぎるとすごく暗くなってしまって、はいはいはい、なのでお花で彩りを加えたいなと思って。やっぱりこの花瓶は昔から収集されている感じがあるんですか？そうですね、もともと人よりは多く持っていたんですけど、うんうんうん、コロナ禍に入って、はい、ちょっと花を飾ってみようかなと思って、はい、外に出られないですし、うん、自粛期間中にちょっと買い出しでスーパーに行った時に、はい、なんかこう片隅にブーケが置いてあって、はい、300円ぐらいのすごい安いブーケだったんですけど、うん、なんかお花飾ってみようかなと思って買ったはいいけど、うん、なんか花瓶がしっくりこないなと思って。なるほど。そこからちょっとどん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 。ちなみにさっきちょっと開けさせていただいちゃったんですけど、はい、そこにもたくさんの花瓶が、コレクションが。こんなに花瓶って種類があるものなんですね。そうですね、もう本当にアンティークのものから、はい、もう日本のもの、海外のもの。あ、面白い。へー、だいたい100個近くは。あ、全部で100個、はい、多分120ぐらいはあります、ね、すごい、はい、この子が気になりますね。はい、すごい。このなんかちょっと和なのか洋なのかっていう感じ。そうですね、ちょっとシノワズリの空気を感じる。シノワズリ、中国。あ、はい、ちょっと置いてみますか。あ、もちろん、うん、こ
このなんかちょっと直した後なんですかね。そうですね、なんかちょっとその線が入ってる感じがまたいいですよね、うん、すごい素敵、なんか最初の方に集め出すきっかけとなったようなものとかってあったりします？その思い入れが深いのは、はいはい、ちょっとこの花瓶なんですけど、プラハのアーティストのもので、うん、へー、あの結晶釉といって、はい、こういったあのブルーの結晶がこう群発的にできて、へー、ちょっと高かったんですけど、はい、私が普段買ってる花瓶っていうのが古いもので、はい、うん、大体1000円から5000円ぐらいのものが多いんですけど、はいはい、これは、3万円でした。最初に何を？ランですね。はい、真っ白いランをこう生けた時にすごくどちらも綺麗に生えて、うん、映えそうですね、一度玄関のディスプレイを我が家の自慢の玄関です。顔ですもんね、はい、これ素敵。色味が、あの入ってきた時はこうお花に目がいったんですけど、はい、今回そのどういう花瓶に対してどのお花なのかっていうのがすごくよりその色彩の豊かさが、うんうん、結構色をの組み合わせを気にしていて、うん、例えばこのブルーだったらちょっと反対色とか、なるほど、色に近いオレンジとか、このこういう濃いめのブルーだったらちょっとピンクにしたりとか、はい、同系色というよりは反対色。そうです、そうです。へえ、同じ方向の色っていう統一感のやつもここに混ざってるっていうのがいいですよね。みんなが主役という感じで。なるほど。この子たちが変わることあるんですか、花瓶？あ、花瓶はほぼ毎日変えています。そうなんですね。それは例えば SNS とか使ってお見せしたりは？そうですね、インスタグラムのアカウント持っていて、うんうん、はい、こういった感じでこう日々の玄関の、なるほど、あ、本当だ、はい、じゃあ選ばれし物が、うん、それお花によって季節によって、はい、その日の気分によって変わってくるんですね。そうなんです、はい。例えばファッションとか他のことにもそういうものって活かせたりするんですか？うん、それが活かせてなくて。そうですか。なかなか黒ばっかり選んでしまって。わかります、はい、同じくです。なんか私が選ぶお花ってすごいどれも派手なので。そうですね。なんか色味を感じますよね。なのでお花にこう、うん、私の代わりにちょっとカラフルなドレスを着てもらってるみたいなイメージで、うん、花瓶変えるだけでも全く違って見えるので。なるほど、うん、なんか逆もしかりな気がして、花瓶にとってそのどんなお花がいけてもらえるかで、うん、それをなんかその着こなしてるというか。あ、そうですね、すごい相互作用がある気がしますよね、うんうん、うちの花瓶を使って生けていただけませんか？はい、いいんですか？はい、やっぱりでも、うん、チューリップの癖というか縦でしっかり見せてあげたいなって思うので、高さがあるものがいいなと思うんですけど、うんうん、これだと同系色になるのかな、うん、あ、でもこの子がそのドレスアップした姿をこうイメージしながらっていう、ちょっとクローゼット感ありますね、うん、あ、そうですね、本当にそんな感じです。これはなるほど、この感覚が楽しいんですね。はい、一度片足回っちゃったんですけど、はい、あ、先ほどのでもいいですか？はい、なんかちょっとこの模様と、うん、このしなだれる感じが、そうですね、うん、あ、綺麗です。あ、嬉しいですね。なんかいろいろ脳内で試しているから、うん、逆にもうあんま入れ替えたくないっていう感情になりますね。レンジの上いいですか？あ、もちろんです。すいません。あ、素敵。ちょっと多分、はい、スミスさん的には違和感かもしれないんですけど、なんかこれまな板ですか？ちょっと、あ、そうなんです。すいません、はい、この子が、はい、あのスミスさんの調理とかを見守ってるっていうちょっと設定ですね。壁のディスプレイがこれは本当にプロの技
だと思うんですけど、もともとちょっとソースになった、はい、あのイタリアのデザイナーさんがいて、はい、あのこういう風にしてみたいなと思って、あのつける前にあのフォトショップでこう配置をシミュレーションしてからつけました。壁の色はもともとこういう色だったんですか？はい、一番最初は白だったんですけれど、はい、こう下だけ塗って、テープなんですね。そうなんです、マスキングテープ。おしゃれ。はい、こう上まで塗ってしまうと、はい、あのエアコンが悪目立ちしちゃうので、なるほど。はい、ちょっと前まではあのピンクだったんですけど、はい、その前は黄色で、その前はグリーンで。そんな簡単に変えられるんですか、これって？簡単に変えられます。本当に作業としては1時間ちょっとでできてしまうので、はい、そうか、その季節によって変えたりする感じですか？そうですね、なので春なのでちょっと明るいブルーとかいいかなと思って、はい、あのちょっと個人的に気になったのはこの背表紙問題なんですけどそうなんです、やっぱり人間ってこう文字に一番最初に目がいってしまうので、はい、なるほど、こういろんなフォントが羅列されてるとなんか、はい、嫌だなと思って、大好きな作品なんですけど、はい、しませんと思ってこう全部裏返してます。ただ探すとき大変 で、ね、いいですか？はい、どうぞ。あ、東京グール、はいなるほど、そうかね、これはこれで確かに情報になりますもんね、うん、このお部屋ってスミさんにとってどういう場所ですか？そうですね、私のサンクチュアリ。それはやっぱりコロナ禍だったりこう、ね、自宅にいる時間が増えた、そういう意味合いもありますかね？そうですね、あのやっぱり今まで以上にお家のことを、うん、もうよりこう自分が居心地のいい空間にしたいという気持ちが強くなって、うん、もう今あるもの全部が宝物なので、今ちょっとそのものを持たないというか、うん、引き算みたいなことも、うん、なんとなく流れとしてあったりするじゃないですか、はい、でそういう時代におけるこうこれって見つけたもの、スミスさんでいう花瓶っていうものだったり、そのものを所有するってどういう価値観っていうのがありますか？私が持ってるものって大体があの古いものなんですね、うんうん、でなんかこう今まで私ではない別の誰かがこう、うん、大事に使ってきたものをこう私がまた使ってこう楽しんでいるっていう、その過程が結構私の中で面白いなと思っていて、まあミニマリストに対して私はマキシマリストだと思うんですけど、ただこう今はもう花瓶をいろいろお花を飾ることがすごく楽しいので、こう一回ハマったらもうどん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 深掘りしてしまう性格なので、まあ、なんか飽きるまでやりたいと思います。このスミスさんの小宇宙にお邪魔して、このお花というか花瓶っていうものと向き合うことで、こうお花っていう彩りといかに自分の生活がこう接続するかっていうことは、その人の心の豊かさ彩りに直結するんだなと。それは男女関係なく、なんか心の豊かさっていうものを与えてくれるのがこのお花であり花瓶なんだなと心から思いました。僕も参考にしたいと思います。さあ次はどんな小宇宙が僕らを待っているんでしょうか。タイニールームユニバース、斉藤匠でした。失礼します。Thank you.